ビヨンドコースト、天と地が一つに見えるところ、ここは本当のあの世、ビヨンドかもしれん。30年ぶりだ。ここの様子も随分と変わったに違いない。元ポリスノーツといっても30年も前のことだ。俺はここでは正式な警官ではない。ただの観光客に過ぎないんだ。地球でのネゴシエーター特権もここでは通用しまい。なんとか反動銃だけは持ち込みを許可されたが、それでも登録に半日もかかってしまった。一人で北条の行方を探すのは困難かもしれない。エド・ブラウンに協力を仰ぐのが賢明だろう。やつなら快く引き受けてくれるはずだ。エドには30年も会っていないが、力を貸してくれるはずだ。エドはビヨンド警察 BCP にいる。やつも50代半ばのはず。ポリスノーツ時代からだから、きっと BCP でも出世してるに違いない。念のためにポリスノーツ時代の写真とロレインの写真を持ってきた。何かの役に立つかもしれない。俺はあの事故以来、ここではほとんど死人と同じだ。誰も知らないだろう。 BCP はこの宇宙港の近くにあるはず。まずはエドを探しに BCP へ急ごう。こんにちは、ニュースオーダーの時間です。ビヨンド内でパーソナルバーチャルリアリティ用のわいせつアダルトソフトを違法制作・販売していたゴールド映像の関係者3名と PVR に出演していた AVR 女優2名が検挙されました。調べを受けたゴールド映像では、これまで50タイトル以上もの PVR 用わいせつソフトを通信販売、年間50億円もの荒稼ぎを行っていた模様です。今回 AVR 女優までもが検挙されたというケースは初めてのことです。わいせつ AVR は手軽に家庭内で遊べることから、未成年への悪影響が問題沙汰されていた矢先のことです。以上、カレン北条がお伝えしました。よし、 BCP へ急ごう。ここがビヨンド警察本部、通称 BCP か。ここでエドは働いている。さあ、エドに会えるといいが。ここが BCP のロビーか。広いんだな。おい、あんた、何の用だい？被害届でも出すのかい？
ああ、いいかな。俺はジョナサン・イングラム。地球で探偵をしてる。それで、ビヨンドまでわざわざどうしたんだ。昔ここに勤務してたことがある。へえ、本当かい。ぶち込まれてたってわけじゃないだろうな。警官をしてたんだ。当時の旧友に会いに来た。なるほど。同窓会でもしようってわけか。それで話してみな。助かったよ。その言葉は風紀課に行ってからにした方がいいぜ。どうして？聞かなかった方が良かったかもな。立ちの落ちぶれた姿は見たくないもんだ。地下だな、風紀課は。あんた、エドに伝えてくれ。早くやめちまいなって。いつまでもただ飯食らってると惨めだってな。俺は便利屋じゃない。言いたけりゃ自分の口で言うんだな。
ここが噂に名高い風紀課か。なるほど、優遇されてる部署とは思えんな。なんでだ、メリル。もう飯の時間か。エド、いつまで寝ぼけてる気だ。誰？エド。やっぱりエド、お前か。ジョナサン？ジョナサン・イングラム？ジョナサン！貴様、若々しいの。エド、30年も先回りしやがって。懐かしいなぁ、ジョナサン。ああ、エド、元気そうだ。ジョナサン、よく来てくれた。ゆっくりして行ってくれ。この通り、俺の方はいつでも暇だ。ビヨンドを案内しよう。エド、違うんだ。実は、頼みがあってきた。どうした？助けが欲しい。俺の捜査に協力してくれ。人を探してる。くそ、厄介事はごめんだ。ロレインの夫、徳川製薬の北条健三がビヨンドで行方不明になってるんだ。俺はロレインの依頼で北条の消息を追っている。ロレイン？ジョナサンのワイフだった？その彼女も地球で俺の目の前で殺された。何か大きな事件に巻き込まれたらしい。ジョナサン、言っとくが、それはホームで起きた事件だ。俺は事件を依頼された。復讐か？ジョナサン、うるさいことはやめろ。いいか、やるんなら一人でやってくれ。面倒は困る。エド、ロレインが殺されたんだぞ。俺の目の前で。頼む、協力してくれ。すまん、ジョナサン、協力はできん。エド、なんだその言い草は。それが30年ぶりに会った友人に対する態度か。頭を冷やせ、ジョナサン。その事件の概略はホームの警察から聞いてはいる。会社がロレインだったとは知らなかったが、ことは単純ではないんだ。北条の件は徳川が絡んでいるとなると AP でも手に余る。この一件は我々の担当ではない。ホームの警察に任せるのが一番だ。ここは30年前のロスじゃないんだ。勝手な真似はできん。何を恐れてる？ジョナサン、
BCP で俺たちのことなんて言ってるか知ってるか？ジャンク屋だ。ここにはクズしか集まってこん。BCP のゴミ捨て場だ。ここが最後だ。後がない。俺は昔とは違う。家族もある。ローンもある。お前のように若くはない。失敗も冒険もできん。年金だけを頼りにデスクワークか？こんな地下で。どうしたエド？この30年間に何があったんだ？俺のいない間に。老いたんだよ、ジョナサン。年を取れば勇気もなくなる。恐怖も感じる。失敗も恐れる。権力にも屈するようになる。俺はゲイツのように器用ではない。お前が事故でいなくなってから何もかもうまくいかなくなった。あとは坂道を転げ落ちるように。ポリスノーツの頃が嘘のようだ。エド、俺はここでこの汚い地下で定年まで机にしがみついてるのが精一杯だ。今のこの地位でさえもゲイツの情けだ。分かったエド、それ以上言うな。どうやら俺の知ってるエド・ブラウンはここにはいなかったようだ。面白そうじゃない、デカチョ。私乗ったわ、その話。 AP の鼻を明かしてやれるかもしれないじゃない。ナイフも体も使わないと錆びちまう。僕もその話乗った。このハンバーガーもそろそろ食い飽きたしね。それに僕はテレストリアルに興味がある。お前らバカなこと言うな。許さんぞ。こんなことが上にバレたら俺もお前らも終わりだ。このままこの穴蔵で朽ち果てていくのはごめんだね。私こんなことするためにビヨンドへ来たわけじゃない。メリル、ここは戦場じゃない。ここが退屈なら軍へ戻れ。探偵さん、マキシマムのホームバージョンハンバーガー月10個で手を打つよ。ほら、買収されるつもりか。デカチョ、どうせ暇なんだからいいじゃない。私はやるわよ、止めても無駄。古い友人は大事にしなけりゃ。ついでに古い部下もね。なんてこった。あと3年だ。あと3年で定年だっていうのに。エド、もう一度昔のようにやろう。ロス時代の黄金コンビ復活だ。派手にやろうぜ。奴らを見返してやろう。黄金コンビか。そんな頃があったな。わた。しかし、無茶はごめんだぞ。ヨナさん、お前は BCP じゃないんだ。ここではただの観光客に過ぎ。わかってる。それからメリル、デイブ、お前らはこの件には手を出すな。いいな。この件は俺の個人的な問題だ。捜査は俺とジョナサンでする。お前らが出しゃばるとどうなるかわからん。俺の抜けたカモフラージュを頼む。了解、デカ長。デカ長の代わりならお安い御用だ。そのうち私たちが必要になるわ。お前ら。ジョナサン、遅れたがこいつらを紹介しとく。メリルにデイブだ。メリルはホーム生まれのホーム育ち。元ハイテク特殊部隊フォックスハウンドの最後の隊員だ。あのザンジバーランド陥落に参加した。道理で地球なまりがひどいと思った。よろしく、ポリスノーツさん。本部長とデカ長、あなたを入れると5人のうちの3人。歴史上のヒーローに囲まれて光栄だわ。デイブはビヨンド生まれ、ビヨンド育ちのビヨンズだ。よろしく、ジョナさん。レストリアルは大歓迎だよ。ホームはいいものな。ここではホームに住むのは憧れだから。僕もホームの移住願いを申請中なんだ。よろしく、メリルにデイブ。さてジョナサン、どうしよう。とりあえず BCP 内を案内しようか。お前もポリスノーズだったんだ。興味はあるだろ。
ジョナサン、それじゃあ BCP 内を案内しようか。いいのか。いいんだよ。お前を一人にする方が心配だ。びっくりするぞ。ここはホームの警察とはかなり違う。さあ、どこへ案内しよう。ここが BCP の射撃訓練場だ。 BCP では週2回の射撃訓練が義務付けられている。このブースが俺たち専用のブースだ。イヤープロテクターはその壁にかけてある。実弾を使うんでかなりの音になるんだ。俺も使っていいのか。構わんだろう。本部長も許可してくれるはずだ。税関で銃の登録はしてるんだろ。ああ、登録は済ませた。弾のライフリングまでな。あの右の端末を使えば訓練プログラムが始まる。現れるマンターゲットの命中率と命中箇所が分かる仕組みになっている。ただしこのプログラムは無反動銃、つまりリフトガン用に設定されているからな。リフトガンはいかにロックオンするかが問題なんだ。反動銃では難しいか。試してみたらどうだ。実行プログラムにはターゲットモードとコンバットモードがある。ターゲットモードは標的の種類が3タイプ、つまり全部で4モードだ。それぞれ様々な状況を想定した特徴のあるプログラムが取り入れられている。昔ながらのメカトロニクスと最先端の立体映像エレクトロニクスを駆使している。それじゃあ VR なのか。いや、実戦に近づけるために VR は使っていない。銃も実弾を使う。安全性の追求だけでは訓練にはならない。軍でも銃の訓練に VR を採用していないのと同じだ。ここでは撃てば現実に風穴が開く。見た目は少し古い感じを受けると思うが、そこいらのバーチャルリアリティとは違う。そこのインテリジェントターミナルで選択すれば作動する。いいか、モニターをタッチするだけでいい。射撃モードを選んで実行させればプログラムが始まる。Reload.
ジョナサン、薬莢を拾っていけよ。リフトガンは薬莢が出ないんだ。苦情が殺到する。なるほど、わかった。エドは訓練しないのか。いいんだ。どうして。お前の腕を久々に見てみたいな。俺は上手くない。もう目が良くないんだ。おかしなやつだな。ここが BCP を支える AP 隊員の部屋だ。時代の最先端を行く主力部署だ。向こうに並んでるのがエンプス、正面にいるのが AP の隊長であり、この BCP の本部長でもあるゲイツ・ベッカーだ。その本部長がどうしてここに。男はいつまでも現役でいたいものなんだよ。ゲイツか。まるで同窓会だな。偉くなったもんだ。30年ぶりだろう、ジョナサン。あいつも変わった。さあ、紹介しよう。ゲイツ、久しぶりだな。ジョナサン・イングラム。ジョナサンじゃないか。ジョナサン、いつこっちへ。ゲイツ、BCP 本部長だって。出世だな。おめでとう。嬉しいよ。みんなのおかげだ。私一人の力ではない。ジョナサン、あの事故の件は残念だった。あのエンプス事故がなければ君がこの椅子に座っていたかもしれん。その話はやめてくれ。ま、同じポリスノーツとして大歓迎するよ。何でも言ってくれ。私のできることなら協力する。 BCP もようやく軌道に乗った。ポリスノーツの成果がようやく報われた。どうだ、観光はまだか。いや、観光で来たわけじゃない。で、どうした。実は、ジョナサン、人を探している。名前は北条健三、ビヨンドの徳川製薬社員だ。徳川。穏やかではないな。3週間前にこのビヨンドから姿を消した。捜査を依頼に来た彼のワイフは地球で殺された。何らかの犯罪に巻き込まれたことは間違いない。そいつは困ったな。本部長、私は。ジョナサン、徳川が絡んでいるとなればことは単純では済まない。徳川に関しては慎重にことを運ばねばならん。悪いがBCP として公には協力できん。相手が相手だ。下手に刺激すると大問題だ。その代わり、エドを使ってくれていい。徳川に何かあれば最終的には我々が乗り出す。エド、北条の捜査に全面的に協力してやってくれ。ただし内密にな。わかりました。恩に着る、ゲイツ。ジョナサン、歓迎はするが派手にはせんでくれよ。約束してくれ。わかった。迷惑はかけない。しかし、久しぶりだな、まったく。
どうした？旅はどうだった？ポリスノーツさん。AP だったのか。トニー・レッドウッドだ。AP の爆弾処理を担当してるが、エンプス乗りでは彼の右に出る者はいない。ミスター・ゴダードと呼ばれている。今のエンプスは繊細なんだ。あまり触らんでくれよ。ユーリーのように壊されたら困る。何が言いたい？宇宙酔いくらいで参るようじゃ、早くホームのママのところへ帰った方がいいぜ。それとも、またスチュワーデスに薬でももらうか。ここはビヨンドだ。何もかもが違う。あんたのような古いテレストリアルには厳しいところだ。適応できない。俺はお前のようにゾンビみたいになるつもりがないがね。言ってくれるね。ジョナーさん、やめろ。相手にするな。そうだ、エド。この次元装置の仕掛けわかるか？なんだ、いきなり。あんた、ホームで爆弾処理班にいたことがあるらしいな。ロス警察で麻薬界入る前のことだ。通常爆弾の設計者は、解体されないようにいくつかの安全策を設ける。つまりトラップだが、ここに赤と青のコードがあるだろう。最後のセーフティー装置だ。このどちらかを切断すれば解体できる。正解を知る者は設計者のみ。どちらかは設計者の人格、性格、思想に起因する。そこに設計者の個性と気分が出る。こればっかりは勘に頼るしかない。俺がセットしたとしたら、これはどっちだと思う？危険の赤か安全の青か。レッドウッドのレッド。ドカーン、アウトだ。コロニーに穴が開いたぞ。攻撃的な人間が常に赤を好むとは限らない。答えは青だ。俺ならいつも青にする。ああ、覚えておくよ。その加えた箱、まだやめられないようだな。そんな格好でうろうろしてると逮捕されるぜ。気をつけな。あいにく灰皿が見当たらんのでな。灰皿？灰皿なら風紀感があるだろう。
感じ悪いやつだな。一度も瞬きしなかった。フローズナーはみんなだ。あれでノーマルらしい。ノーマル？異常だぜ。彼らは目に人工水晶体の眼内レンズを装着してるらしい。視力は常人の2倍はあるって聞いたがな。あいつらが俺たちの子供かもしれんなんてな。心配はいらん。少なくとも俺とジョナサンの精子は使われていないだろう。だろうな。エドが遺伝的に優れてるなんて。お前は宇宙恐怖症だしな。それにしてもエド、奴に対しておかしくないか。なんとなく態度が。そうか。奴と何かあるのか。フローズナーとは合わないだけだ。納得。よ、ドクトル先生。エド、わしはビクトルじゃ。いつになったらちゃんと呼んでくれるんじゃ。諦めた方がいい。エドは物覚えが悪いんだ。お、誰じゃね、その人は。ジョナサン、紹介するよ。 BCP の鑑識を担当しているビクトル・ユルゲンス先生だ。よろしく。ジョナサン・イングラムだ。OLA で探偵をしている。ある人物の捜索依頼の件でエドに協力してもらってるんだ。事件解決までしばらくお世話になると思う。ほう、あんたがあの有名なイングラム飛行士。え若い頃あんたの火星有人飛行の中継をワクワクして見ていたよ。あれがきっかけでわしは宇宙へ来るようになったんじゃ。そうか、戻ってきたんじゃな、あんたのホームに。よろしくな。探偵ごっこは刺激的じゃ。ジョナサン飛行士。ビクトル、
調べてもらいたいものがあるんだが。おお、なんじゃ、それか。ああ、これもそうだが、もう一つある。全部見せてみ。すごい地球なまりだ。安心するよ。わかるか、ビヨンズは冷徹に話すからな。地球のように流暢なアクセントがない。まあ、いつ何が起こるかわからないビヨンドでは当然だ。事務的になりがちだ。ここが BCP の正面玄関のロビーだ。犯罪者もデカもみんなここを通る。大きさを無視すればホームの警察と大差はないはずだ。整然としすぎてるがな。Thank you.
ジョナサン、分析結果が出とるぞ。ゴールビーも頑張ってくれた。えらく早いな。当たり前じゃ。ゴールビー。まずジョナサンから預かったカプセル剤じゃが、これほど明白なものはない。ジョナサン、無駄足だったかもしれん。わざわざビヨンドまで来たようじゃが。四つのカプセルは、どれも徳川製薬が扱う新薬じゃ。インドメタシン ZL、 これはインドール誘導体を含む解熱鎮痛剤。次はパラディソン、これはペンゾジアゼジン誘導体を含む精神安定剤。そしてハイファイトミン、これはB12 を含む水溶性ビタミン。最後はフェドレジン、これは塩酸エンドルフィンを使った交感神経興奮性鎮外剤。ビタミン剤、風邪薬、咳止め、精神安定剤、麻薬の一種ではなかったのか。どうやらそうらしいの。これは単なる薬じゃ。それも発売済みのな。疑う余地もない。なぜ北条はただの薬を大切に持っていたんだ。何か細工があるんじゃないのか。製薬会社の社員なんだろ。カプセルにマイクロフィルムを隠すとか。そうまで言うのならこれを見てみるんじゃ。4つの薬品の成分と化学組成の分析結果は、数値も何もかも徳川が申請している薬と全く一致する。さらにあまりよく知られてはおらんが、正規の薬には全てその内容薬が何であるかを示す製剤識別コードというものが、薬の表面か包装に記号化されて示されているんじゃ。この白い部分のマークが徳川製薬製を示し、その横の数字が薬品名を示しとる。これらのカプセルもこの規定に従い、製剤識別コードの表示と内容が一致する。つまりごく普通に大量流通している薬じゃ。どれも特別な薬ではなく、何の共通性も見出せん。いや、ただ…どうした？一つ腑に落ちんことがある。これを見てくれ。これはカプセルのコードの拡大画像や。こうしてみるとこのマークは確かに徳川製薬の識別コードなんじゃが、見るんじゃ、三つ葉葵の上の部分が欠けているじゃろ。今のプリント技術ではこんなミスは起こさん。ああ、確かに欠けている。しかもこの欠けている部分が右と左で対になってるんじゃ。4つのうち2つが左の歯が欠け、残り2つは右が欠けている。偶然じゃろうかな。プリントミスでないとすると意図的な印、徳川製薬品の偽物じゃないのか。それにもう一つ、このカプセルは封入式でなくキャップ式を採用している。
キャップ式カプセルは半世紀も前に使われなくなってるんじゃ。簡単に中身を入れ替えられるんで、素人の間で事故がよく起こったからじゃ。前世紀の推理小説にはよくこのカプセルを使ったトリックがあったな。北条はどうしてこのカプセルを、このカプセルに何があるんだ。そしてこのカプセルのためにロレインも。しかし徳川製薬が関係していることは間違いない。徳川製薬社員の行方不明、不可解な徳川製薬のカプセル。ビクトル、歯の方はどうなんだ。こっちの方はズバリじゃったよ。この歯はブラックポピーの歯じゃ。ブラックポピー、黒消しだ。消しの一種、合成麻薬ナークを作る原料となる。ああ、ニュースで言ってたやつか。そうだ、毎日合成麻薬ナークに関する事件は絶え。やはり麻薬絡みか。ビヨンドにおける消し栽培は何年も前に完全に撲滅したはずだ。これはホームから密輸したものだろう。となると北条は黒消しの密輸に関与していたのか。それが、見てくれ。これはこの葉の断面図じゃ。普通ホームで育った植物からは必ず大気汚染物質が検出されるんじゃ。ホームで育ったものには二酸化炭素や炭化水素から紫外線によってオゾンパーオキニアが蓄積されるなど様々な障害が見られるんじゃよ。じゃがこの葉は綺麗なもんじゃ。綺麗すぎる。切り口は多少汚染されているが内部は綺麗なもんじゃ。つまり地球外で栽培されたものということか。さらに限定を裏付けるウイロイドの一種が検出された。ウイロイド、これがそうじゃ。植物細胞内に感染して増殖する病原体じゃ。しかもこれは5年前にビヨンド内だけで大流行したウイロイド S 型。ということはこのビヨンド内のどこかで黒消しが栽培されているということか。密輸ではなく。で、この葉が半分の意味は。それはわからん。切断面から人工的に切断されているのは確かじゃな。ナーク取引の際の割り符かな。さっきの製材コードと関係してるとは思えないが。とにかく北条の失踪にはナークが絡んでる。そしてその舞台になっているのが徳川製薬。ますます厄介だな。これまでにも徳川と麻薬の関係はささやかれていたんだが、上からの圧力もかかってうやむやになっている。数年前に本部長が AP を使って大々的に捜査を続けたが失敗に終わった。それからか、ゲイツに根性がなくなったのは。確証がつかめんことには手を出せん。ジョナサン、この件は思ったより根が深そうだ。下手すれば死人が増えることになる。ともあれ、徳川製薬へ行ってみようぜ。北条の勤めている会社だ。何かわかるだろう。徳川製薬なら案内しよう。ただし慎重に行こう、ジョナサン。徳川製薬なら世話になったからな。酔い止め薬で。他に質問は？
よし、ジュノさん、捜査に出かけよう。 BCP 前だ。さあ、捜査に出かけよう。足は？そこに BCP のポリスカーがある。あれで現場へ向かおう。BCP の最新型ポリスカーだ。ビヨンド内では電気自動車といった無公害車両しか走行してはいけないことになっているが、地球のカリフォルニアでも今世紀初めからクリーン燃料使用義務が投入されてゼロエミッション車に移行しようとしてるな。このポリスカーはまさにゼロエミッション。排気ガスゼロ、電気6、ソーラー4の併用車だ。それでここにはガソリンスタンドがないのか。充電スタンドならあるがな。ホームと違ってバッテリーの重金属回収も徹底されている。車体はカーボンか？そうだ、カーボンハニカムによるフルモノコックだ。だから軽量なんだ。ダメだ、北条の住所がわからん。どうして？BCP のデータバンクで簡単に。徳川系の社員情報は BCP のコンピューターからはアクセスできないんだ。徳川に関するあらゆるデータは企業秘密として法律で守られている。だから名簿にも載っていない。バカな、この時代に。ジョナサン、乗れよ。何年ぶりかな、エドの無茶な運転を体験するのは。ホームのスポーツカーとは違う。そんなにスピードは出ん。安心しろ、コンピューターのサポートシステムを搭載した知能カーだ。コンピューターか、ちょっとは安心だな。なんだ、あれが最新のパトロールの方法だ。コロニー内をわずか数十分で巡回できる。しかし禁煙の割にはすごい煙だ。車もクリーンだって言ったばかりだぜ。あれは水素エンジンだ。だからあの煙は水蒸気だ。酸素濃度と湿度や温度は常に調整されているから影響はないんだ。水素エンジンか。パワーは30年前のユーリーとは比べ物にならんよ。俺たちはまさに時代遅れだ。そういうことだ。歩いて歩いて靴を減らして。あれじゃ張り込みもできんな。張り込む必要はない。どうして？センサー類のおかげで何もかもお見通しさ。覗き趣味か。さあ、俺たち流の捜査に出かけよう。ジョナサン、タバコはダメだ。禁煙者か？違う。肺がんの心配でもしてくれてるんなら。コロニー内での喫煙は禁止なんだ。このタバコは副流煙の出ないもの。肺がんになるのは俺だけです。いくら公用車とはいえ、イオン空気清浄機くらいは。ここはホームとは違う。ここでの喫煙は立派な犯罪だ。コロニーでは空気を汚す行為は厳しく罰せられる。しかも肺を提供するドナーにもなれん。道徳的にも恥じる行為だ。分かってる。レッドウッドにも言われた。火はつけん。口に加えてるだけだ。しかし、いつからだ？昔は吸わなかったろ。自虐的になってるのなら迷惑はかけん。ここにしばらくいればやめられるさ。そうかな。そうさ、必ず吸わなくなる。そのうちな。
ここが徳川製薬のビヨンド研究所だ。北条健三が勤めていた。まずはここから捜査に取り掛かろう。ヨナさん、それじゃあ中に入ろう。ここは徳川製薬の研究開発ビルだ。関係者以外の立ち入りは禁止になっているんだ。悪いが、お引き取り願おうか。BCP のものだが、ここで働いている北条健三のことで話が聞きたい。警察？なんだ、BCP か。俺はここの警備兼受付を任されている斉藤ってもんだ。で、どういう要件だ？この研究所に北条健三という男が勤めてるはずだが。ああ、確かに北条さんならうちの社員だ。何年も前からこの研究所で働いてる。俺なんかよりもずっと古いさ。実は北条氏の捜索願いが出てるんだが。捜索願い？そうか。それじゃあもうオープンなんだ。ん？今なんて？いや、会社の方から信用問題になるからしばらく様子を見るようにって言われてね。マスコミに騒がれるとまたイメージダウンだからな。ま、早い話がそういうこと。うちほどのグループになると色々と妬まれたりするから。それで北条氏はいつから？それがもう3週間にもなるかな。北条さん連絡もなしにぷっつりと来なくなったんだ。それでこっちも困ってるんだ。どうしていいものやら。家族の方からも問い合わせがあるし、会社からは口止めされてるしでね。俺はてっきり新製品の発表前なんで神経質になってるんだと思ってたんだがな。Thank you.
その北条の研究室 DDS ルームの中を見せてもらいたいんだが、北条の足取りを探りたい。頼む。何か手がかりがあるかもしれん。あんたら無茶言うな。無茶は承知だ。こいつの言う通りにした方がいいぞ。かえって面倒になる。ま、待ってくれ。面倒はごめんだ。悪いようにはしない。参ったな。参ったんなら入れてくれ。 DDS ルームだけなら構わないが、会社には内緒にしてくれよ。俺はビヨンズなんだ。こんなことが会社にバレたらここで働けなくなる。大丈夫だ、約束する。それじゃあロックを解除するから。さあ DDS ルームだ。本社の人間が来た時以外は誰にも触れさせてない。北条さんがいなくなった時のままの状態だ。あんまり触らないでくれよ。ああ、それは北条さんが使ってたホワイトボードだよ。あの人几帳面だったから
いつもそこに予定を書き込んでいたんだ。これは北条の筆跡か？間違いない、北条さんの字だ。確か北条が消息を絶ったのが15日。15日、予定が書き込んであるぞ。この100の下は日本語か？それはセットだ。15日、 K9100 セット、 BCCH。 BCCH 何の略だ？うちが薬を下ろしてる病院さ。この下の落書きは何だろう？なんかのマークかな。猫の足跡みたいだな。ちょっと待った、 K9100 セットだって。 K9 ってまだ商品化されていないんだろう？どうして病院に100セットも？新製品は許可が下りた時点で発売までの間にサンプルテストを行うんだよ。テストといっても副作用とかじゃなく、二次的なデータを集めて生産や営業への参考にするためさ。それで100セットっていうのは腑に落ちんな。その病院で確かめてみた方がいいな。そのサンプルはどこで作るんだ？ここの試作工場さ。そこを見せてもらえないか？それは無理だ。
よし、北条の足取りも分かったことだし、失礼しようか、ジョナサン。いいか、くれぐれも会社には内緒にしてくれよ。俺が署内を案内したなんてな。分かってる、助かったよ。BCCH へ行って北条の担当していた薬局員に話を聞こう。俺は病院と注射は苦手なんだが。俺だってそうだ、患者じゃないんだ。気を楽に行こうぜ。しかしあの DDS の話からすると、この先注射はなくなるかもしれんぞ。うん、そうなると困るな。どうして？病院を嫌う口実がなくなる、看護婦に甘える口実が減る。たくましいやつだ。ジョナサン、これがビヨンド1のマンモス病院、ビヨンド中央病院 BCCH だ。でかい病院だな。さあ、北条の手がかりを探そう。よし、病院へ入ってみよう。BCCH のロビーだぞ。これだけのマンモス病院だ。北条の知人を探すのも一苦労だろうな。しかし、今はそれしか道はない。気を持ち直して、北条の手がかりを探そう。どうされましたか？いや、実は初心の方ですね。 PMC をお持ちですか？ PMC？ 在宅医療パーソナルメディカルカードです。いや、地球人テレストリアルなんだ。それでしたら、こちらのアンケート用紙に症状を詳しくご記入ください。違うんだ、俺たちはどこも悪くはない。は？俺たちはビヨンド警察の者なんだが、ちょっと聞きたいことがあるんだ。警察の方？何でしょう？
実は人を探してるんだが、北条健三という人物だ。徳川製薬のプロパーで、この病院にもよく出入りしているらしいんだが。徳川製薬のプロパーの方ですか？知らないか。プロパーの方は関係者用の通用口から出入りしますので、わかりません。誰ならわかる？そういう件でしたら、当病院の理事長に相談されては。理事長ね。どちらにせよ理事長の許可が必要ですから。あなたたちが刑事さんね。受付から連絡もらったわ。あなたがこの病院の理事長？そうよ。女だとは思わなかった？いや、受付で聞いてはいたんだが。少しホームなまりがあるな。私は BCCH 理事長のクリス・ゴドウィンです。私は BCP 風紀課のエド・ブラウン。俺はジョナサン・イングラム、 OLA で。ああ、そうだ、やっぱりそうだわ。どこかで見た顔だと思った。あなたたちポリスノーツのエドとジョナサン？どうして？私よ、覚えてないかしら。一度少女雑誌のカバーを一緒に撮影したでしょ。もう30年も前だけど。ほら、その壁にその頃の写真があるでしょ。お、あのモデルのクリスちゃん。そうか、女らしくなって。あのクリスか、モデルか。受付でも言ってたな。もうすっかりおばちゃんよ。そうね、あなたたちなの。会えて嬉しいわ。で、どんな用件？
クリスの子供？それは他人の子供よ。君の子供じゃないの？ジョナサン、よせ。ああ、悪かった。その手に持っているものは？マスキートよ。マスキート？ええ、蚊型の採血マイクロマシンよ。このマスキート、プログラムがいかれちゃって制御できないの。ようやくさっき回収したのよ。実は行方不明になったある人物の足取りを追っている。北条健三という。北条？聞かないわね。ここの患者なの？その男、徳川製薬のプロパーなんだ。徳川製薬でこの病院に薬を卸してるって聞いたんだ。ここの薬関係の担当者を紹介してもらえないか？ああ、それなら薬局の薬剤師に聞けばわかるはずよ。ここの薬の管理は全て彼に任してるから。それで？
を吸われるわよ。ジョナサン、壁に止まったわ。そっと捕まえて外に出すと大変だわ。どうやって？マウスカーソルでクリックするんだ。慎重にな。くそ、逃げられた。ああ、私の鼻に。クリス、じっとしてるんだ。動かないように。早くして。また逃げられた。美味しいところに泊まりやがった。ジョナサン、俺に任せろ。断る。俺が頼まれたんだ。こいつ、また逃げられるのがオチだ。二人とも早く捕まえてよ。申し訳ない。くそ、また逃げられた。下手くそ。あ、刺されたわ。おお、今度は胸だ。五章だから、ジョナーさん。俺の役目だ。俺は人生を恨むよ。くそー、また逃げられた。ジョナーさん、真面目にやれ。お願い、早く捕まえて。そう、また逃げられた。ジョナサン、真面目にやれ。お願い、早く捕まえて。そう、また逃げられた。ジョナサン、真面目にやれ。お願い、早く捕まえて。くそー、また逃げられた。ジョナサン、真面目にやれ。お願い、早く捕まえて。あー、やった、触った触った。ありがとう、ジョナサン。いや、こんなことならいつでも。ジョナサン、お前へな、後で感想を聞かせろよ。本当におかしな人たちね、ポリスノーツさん。まるでバディ映画から抜け出たみたい。ま、大事に至らなくてよかった。そうね。さあ、これからどうする、お二人さん。薬局を見せてもらうよ。どうぞ、そこの扉よ。あ、ジョナサン。なんだい。そのタバコ、なんとかならない？これか。医者としては黙認できないんだけど。香水好きの女性としてなら黙認できるだろう。オッケーよ。相変わらず脅迫がうまいわね、あの頃と同じ。男と女の駆け引きさ。何の用だよ、あんたら。ここは薬局内なんだけど、薬なら窓口で。心配はいらない。俺たちは BCP のものだ。理事長の許可は得ている。 BCP？ 警察？石田さんでしょ、薬局の責任者の。はあ、僕は石田純だけど。
一応ここの薬局を任されてるけど、でどんな用件なんだい？今日伺ったのは徳川製薬の北条健三氏に関してなんだが。北条さん？あの人が何か？行方不明なんだ。そうなの、そういえばここんとこ見なかったな。 K9 のデータも取りに来てないし。そうですか、行方不明ね。知ってるんだな。ええ、知ってます。その日の北条は？あの時は K9 を3セット持ってきて。ちょっと待った、3セットだって？徳川製薬のホワイトボードには100セットって書いてあったぞ。そんなバカな、ただのサンプルですよ。100セットもどうするんです？患者に配るんですか、発売前の薬を？なるほど、おかしいな。残りの97セットはどこへ？彼に変わったところは？そういえば何か怯えていたような。いつもは冷静な人なんだけど感情的だったな。これから徳川会長に会ってくるって本人はそう言ってましたよ。急いで他の商品のチェックもせずに帰ってきましたよ。徳川会長？あの貞沖か。会長は徳川グループのトップで、僕らには雲の上の存在だよ。面識もほとんどない。でも北条さんは違ってたな。会長に買われてたから。会長は大の日本人びいきなんだ。中でも北条さんは特別だったな。よく会長に食事に招待されてたみたいだから。相変わらずレイシストだな。昔からあいつはそうだった。人種に偏見を持っていた。
僕らビヨンズからするとホームの人間はみんなレイシストだけどね。それはそうだ。北条さんのこと会長なら何か知ってるかもね。佐田沖にはどこに行けば会える？会長なら徳川ビルにいるよ。コロニーの支柱が徳川グループのシンボリックビルになってるんだ。通常は支柱プロップって呼ばれてる。会長はいつもそこにいるはずだよ。そのプロップなら知ってる。ビヨンドで有数の名所だ。エド、そこへ行ってみよう。どうも。これで失礼するよ。出口はそっちだ。じゃ、刑事さん。Thank you.
ジョナサン、徳川ビルに向かうぞ。行けばわかるが、文字通りこのビヨンドを象徴するところだ。ビヨンドへの観光客は必ず見に行く。そして徳川の力に圧倒される。見えるか、あの支柱が徳川本社ビルだ。なるほど、確かにあの支柱にこのコロニーが支えられているように見える。コロニーの地表面とウィンドウ面をつないでいる。中心部は無重量だ。お前の言う通り、徳川は俺たちの手には負えんかもしれんな。おじけづいたか、ジョナサン。俺はビヨンドについても徳川についても何も知らない。その分俺が知ってる。そのためのパートナーだ。その根性なら安心だ、相棒。ここが徳川本社ビル、通称プロップだ。コロニーの天と地を支える支柱、プロップか。石田もうまいことを言ったもんだ。そいじゃ、徳川ビルへ入るぞ。ここが徳川ビルのフロントだ。建築史上有名なところだ。いらっしゃいませ。徳川グループ本社ビルでございます。どういうご用件でしょう？BCP のものだが、ちょっと聞きたいことがあるんだが。警察の方？はあ、何でしょう。
いいか、ジョナサン。北条家へ向かうぞ。北条の家か。どうした、ジョナサン。気が進まない。触れてはいけないのかもしれない。ジョナサン、もう片足を突っ込んでるんだ。引っ返せない。はあ。避けては通れん。わかってる。北条家、ロレインの家。ここが北条家らしい。ここにロレインが。娘のカレンがいるはずだ。彼女に話を聞こう。会ったことはあるのか。いや、ロレインにはお前の葬儀以来会っていない。彼女がビヨンドで再婚していたことさえも知らなかった。彼女は過去を一切清算したかったんだろう。何もかも捨てて新しい幸せをつかもうと。ロレイン、ジョナサン、すまない。俺はてっきりホームへ帰ったと思っていた。何の頼りもなかったんだ。そうか。エドにも何も。ああ、何も知らなかった、さっきまでは。いいか、ジョナサン、ロレインを責めたり恨んだりするんじゃないぞ。違うんだ。ロレインが消そうとした過去を俺が再び。お前の話を聞いてから BCP のデータを見たんだ。徳川系のデータは閲覧できないんじゃ。北条と聞いて思い出したんだ、娘のことをな。娘のことなら誰でも知ってる。ジョナサン、娘のカレンは BBC の人気キャスターだ。カレン・北条、聞いたことがあるだろ。ロレインがそんなこと言ってたな。ニュースキャスター、もしや。彼女はロレインの生き写しだ。ロレインの娘か。いいな、ジョナサン。30年も経っているんだ。お前にとっては3年前のことに思えるかもしれんが、冷静に受け止めるんだぞ。はい、どなたですか？ BCP の者です。ちょっとお話を伺いたいのですが。こうかな。ロレイン、あなたは？ロレイン、いや、カレンさん。ええ、カレン北条です。あのニュースキャスター。あなたはジョナサン・イングラム。あなた、イングラムね。ああ、そうだが。どうして私たちの家族につきまとうの？これ以上私たちを苦しめないで。お願いよ、どうしてなの？カレンさん、そんな気はない。俺はただ地球でロレインに、君の母親に頼まれたんだ。父親を探し出してほしいって。その母さんもあなたに会いに行ったばっかりに、どうして父や母が。私たち親子は真面目に暮らしてきたわ。どうしてなの？あなたよ、ジョナサン・イングラム。いつもあなたが原因よ。あなたが母を殺したも同然よ。つきまとうのはやめてください。父は私が探します。あなたの力は借りません。帰ってください。帰ってくれないと私何をするかわからない。カレンさん、あなたはジョナサンを誤解してる。あなたは？私は BCP の風紀課のエド・ブラウン。ジョナサン同様、君の母さんの古い友人だ。ジョナサンがロレインや君たちを苦しめるなんてとんでもない。
俺はこいつと古い付き合いだ。こいつのロレインへの気持ちは誰よりも知っている。こいつがどんなに苦しんできたか。エド、その話はやめてくれ。知ってるわ。母さんもあなたのことをずっと思ってた。母は父にいくら言われてもあなたの写真いつも持ち歩いていたもの。父さんかわいそうだった。母さんは忘れなければならなかったのよ。そのことで父と母は喧嘩が絶えなかったわ。ギクシャクした夫婦だった。私はそんな二人を見て育ったのよ。幼い頃からジョナサン・イングラムを恨みながら、この人さえいなければって。知らなかった、すまない。カレンさん、君の気持ちはよくわかる。だがジョナサンを恨むのは間違っている。こいつはつい3年前まで宇宙をさまよっていたんだ。これは誰が悪いという問題ではない。人生のいたずらだ。いたずら？カレンさん、聞いてくれ。君も君の父さんも大変な事件に巻き込まれてるかもしれない。俺は君たちを助けたい。君たちの力になりたい。カレンさん、どうか分かってくれ。分かったわ。うるさくしゃべると迷惑だから。中に入って。ありがたい。その代わりそのタバコはしまってください。どうぞ。さーて、どうしましょう、刑事さん。へえ、内装も素晴らしい。
こんにちは。ニュースオーダーの時間です。ビヨンド建設記念日を間近に控えた今日、地球へ帰ろう運動の決起集会が行われました。集会には約1万人以上のリーペイトリエイティストらが徳川ビル前に集まり、一時は興奮したリーペイトリエイティストと BCP の間に衝突もありましたが、怪我人は出ておりません。 BCP では建設記念日に向けてリーペイトリエイティストらのテロ活動への警戒を呼びかけています。以上、カレン北条がお伝えしました。これも CG ですね。ええ、そうです。私のデータからコンピュータが作り出した本物そっくりの映像です。ロレインのことは？母の仮葬儀は終わりました。母は友人も少なかったし、知人はみんなホームだし、私だけの寂しい葬儀でした。遺体は？難しいみたい。せめてお骨だけでもって思うんですけど。残念ながら
ビヨンドへの遺体の持ち込みは許可されないでしょう。父が知ったらどんなに悲しむか。遺留品は？遺留品も無理らしいです。そうですか、お気の毒に。ロレインに君のこと頼むって言われた。そうですか。北条さんの部屋を見せてもらえないかな。父の部屋？ああ、書斎なら。書斎があるんですか。ええ。それじゃあ、書斎を見せてもらえますか。どうぞ、こっちです。
ここが父の書斎の日本間です。靴は脱がなくても結構です。畳をコーティングしてますから。そのカードは？父の ID カードじゃないかしら。徳川製薬の光 ID カード。それは確か予備のコピーカードです。父は用心深い人でしたから。役に立ちそうだぞ。いろいろとな。カレンさん、ちょっとこれ預かってもいいかな？いいですけど、徳川には内緒ですよ。コピーがあったなんて知れたら大変ですから。日本古来の家紋表です。父はどうしてこんなものを貼っていたんでしょう。家紋の下に大役が書かれているわ。それはロレインの母さんの仏壇。まだホームから遺体が届いてませんけど。遺体をビヨンドへ入れるには手続きが非常に難しいんだ。母さんも日系人だから仏壇に。ロレインが死んだのは俺の責任だ。彼女は助けを求めてきた。俺を頼って。しかし俺は彼女を追い返した。辛かったんだ。でも母さんは幸福だったはずです。あなたに会えて。それが何よりもの慰め。でも私はあなたを許さない。絶対に。カレンさん、どうも役に立ちましたよ。カレン、すまなかった。私、真実を知りたい。だから約束してくださる？どんなことが分かっても父に関すること私に隠さないで教えてください。母に代わって依頼料は払います。分かった、約束しよう。しかし金はいらない。この件はロレイン本人から頼まれたものだ。依頼人は
ロレインと俺本人だ。カレン、この写真。この写真？ロレインとの写真だ。処分は君に任せる。え？どうして？ロレインはここにいる。このビヨンドに生きている。俺のところじゃない。処分は任せる。わかったわ。ジョナサンって呼んでもいいかしら？ああ、ジョナサン、私さっきは言い過ぎたわ、ごめんなさい。カレンさん、ロレインがあんなことになったんだ。あなたも安全とは言えん。何かあればすぐ BCP まで連絡してください。部下を送ります。ありがとう。じゃあカレン。あ、ジョナサン。なんだ？あなたずっとタバコくわえてたわね。こいつは病気なんだ。気に障ったのなら。いえ、母からはそんな話聞いたことないから。昔は吸わなかったんだ。そう。大丈夫、このビヨンドにいればやめるさ、きっと。そうね。じゃあ失礼するよ。ジョナサン、気を落とすな。時間がかかるが、きっと彼女も分かってくれる。だといいが。徳川ビルの正面フロントだ。何か騒がしいな。何だろう。いらっしゃいませ。徳川グループ本社ビルでございます。ただいま徳川製薬新製品発表会を行っていますので、一般の方はご遠慮願っております。ということは貞沖はいるってわけだ。
重要なことなんだ。15日の午後、北条健三という人物がこのビルに来てるはずなんだが。待ってください。何しろ来客が多いもので、一人一人については。来客記録を見てみます。ここから中に入る人は必ず来社時間と退社時間を記録しているはずですから。ありました。はい、確かに15日の16時に北条健三さんが来社されています。記録によるとそのまま会長室にお通ししています。ということは貞沖もその時間にここにいた。退社時間は？退社時間は、あれ、おかしいですね。消えています。退社時間は記録にありません。この記録によると北条さんはまだこのビルを出ていないことになりますね。他に出口は？非常用の出入り口はいくつもありますが、チェックシステムを抜けることは容易ではありません。つまり北条の痕跡はここでプッツリと切れているってわけか。このビル内に幽閉されているか、あるいはただならぬ方法で外に出たか。ロレインが言ってたように、この状況で会社から捜索願いが出ていないのはおかしすぎる。徳川が臭いな。そんな、おかしいですね。システムのバグでしょうか。これ俺たちなんだ。徳川と知り合いなんだ。ポリスノーツでね。そういうこと。どうも失礼しました。すいませんでした。そちらのおひげの方はわかりますけど、あなたの方は？若すぎるか。ああ、長寿保障遺伝子の手術ですね。テロメアなんとかっていう。へえ、初めて見ました。違う、ちょっと寝坊しただけだよ。エレベーターに乗るぞ。どうぞ、そのエレベーターで中心部のガーデンへお上がりください。悪いな、無理言って。いいえ、ガーデン内は無重量ですので、宇宙酔いには気をつけてくださいね。大丈夫だ、今君に会えて夢心地だから。まあ、お上手。口だけなら罪はないですけど、上で変なことしないでくださいね。それじゃ、ポリスノーツさん。リニアモーターエレベーターだ。ホームのロープ牽引式や圧エレベーターと違って超電動モーターを使っているので、昇降速度、乗り心地、着地精度も優れている。
異世界を我々人間が作ったんだ。この希薄な宇宙空間に。人類の生命力は種の進化を超えているかもしれん。いや、そうとも言えんよ。人類は十分自然のひっぺ返しを食らっている。今の人類には宇宙はまだまだ厳しい、気を抜けない危険なところだ。俺たちが今の姿であろうとすればするほどな。コロニーの中心部に着いたぞ。ここは無重量だ。宇宙酔いには気をつけろよ。分かってる。もう体が浮いてる。酔い止め薬はもうたくさんだ。ここへ来る機内で飲んだよ。徳川製薬のだろ。そうだ。ここが徳川ビルのゼロ G ホール、ガーデンか。まるでハーレムだな。さあ、徳川を探そう。
パーティーのコンパニオンだ。噂によると彼女らは徳川が作り出した再生者リバーサーらしい。リバーサー？一種のコピー人間だ。これまでの映画女優やモデルとかの保存されてる遺伝子から全く同じ美人を作り出してるらしいんだ。オリジナルの死後20年経てばリバースの許可が出るらしい。もちろん相続権は認められない。今のところリバーサーはいわば徳川グループの血族同然だ。彼女らには何も話してはもらえんだろう。政府とフロズナーの関係と同じだな。彼女たち部外者に身内のことは一切語るまい。さっきのハイレグ連中みたいなわけにはいかないか。見たことのない鉛筆だな。この兵装はただごとではない。軍用の鉛筆じゃないのか？おい、貞沖、行ってみよう。貞沖、久しぶりだな。ジョナサン、ジョナサン・イングラム。お、サルバトーレか。エド・ジョナサン、久しぶりだ。あら、お二人さん。あ、こちらはドクター・ゴドウィン、BCCH の理事長。クリス、どうして？奇遇ね。ところで、用件は何だ、ジョナサン。何か嗅ぎ回ってるらしいな。さすがに情報には早いな。理由を聞きたい。
まさかこんなところで会うとは。私もよ、ジョナサン・エド。何かの巡り合わせかしらね。久しぶりだな、サルバトーレ。ここでお前に会うとは思わなかったよ。サルバトーレ、いつからビヨンドに？ゲイツに聞いたら地球に帰ったって。今俺は月にいる。今日はパーティーのためにフルスのビヨンドに戻ってるだけだ。どうしてこのパーティーに？徳川とのしがらみさ。実はあんたんとこの徳川製薬の社員が先月の15日から行方不明なんだ。うちの社員？誰だね。北条健三、徳川製薬技術研究所 DDS 開発チーム主任。北条君が行方不明、初耳だ。それで？
ジョナサン、いいかな。私は挨拶があるんでな、失礼する。待てよ貞沖、まだ質問には答えてもらってないぜ。もう話すことは話した。せっかくだからゆっくりとパーティーでも楽しんでくれ。貞沖、おかしいな。何がおかしい？北条の失踪、このうさんくさいパーティー、何もかもおかしい。あんたらしくないんだ。どういうことだ？どこまでもしらを切る気らしいな。いいか、徳川製薬の看板開発者が行方不明なんだ。会社にとってもあんたにとっても大きな損失のはず。それにしてはあんたらは妙に落ち着き払ってる。この新製品開発の主役であるはずの北条が不在にもかかわらずこんなパーティーを。普通じゃないだろう。何が言いたい？匂うんだよ、このパーティー。客人たち、北条の思想に白を切るあんたたち。ジョナサン、私を誰だと思ってる？私は徳川グループ三代目の。そうだ、徳川の三代目だ。だからなおさら匂うんだ。プンプンな。あたり一面臭い息を撒き散らしてるぜ。エド、こいつをつまみ出せ。それはできん。できん？エド、私の言うことが聞こえなかったか。もう一度言うぞ。この身寄りのない浦島太郎を連れて帰れ。今すぐだ。俺が怖いか、貞沖。あまり調子に乗らんことだな、ジョナサン・イングラム。今の私はポリス・ノーツの頃の私ではない。徳川グループを、この宇宙を動かす徳川だ。私の意思は BCP の意思でもある。忘れるな。もう私には近づかんことだ。脅しか？脅しではない、情けだよ。同じポリス・ノーツとしてのな。貞沖、お前はもうポリス・ノーツじゃない。金と権力に溺れる亡者だ。待ってろ貞沖、お前を切ってあげてやる。その化けの皮を剥いてやる。ロレインの仇は必ず取るからな。おい、誰かおらんのか？ジョナサン、落ち着け。二人ともこのままおとなしく歩いて帰るか、それともつまみ出されたいか。わかった、ジョナサン、今日のところは引き上げよう。サドキ、俺は諦めんぞ。貴様ごときに何ができるかな。俺たちポリスノーツを甘く見るな。必ず尻尾を掴んでやる。どうだ、少しは落ち着いたか。ジョナサン、そんなに興奮すんなって。奴らを怒らせると今より動きにくくなるぞ。奴は何かを隠してる。絶対に北条の失踪やロレインの件に関与しているはずだ。だが証拠がない、手がかりも。手がかりならある。なんだそれ？たった今種をまいた。もし奴らが何かを隠しているんなら、北条の失踪に関係しているんなら動き出すはずだ。奴は手回しのいい男だ。それまで俺たちの命があればな。すまないエド、巻き込んでしまって。いいんだよ、俺もこのまま窓際で朽ち果てるわけにはいかん。それよりうちで飯でも食ってくか。娘の料理は最高だ。いいのか？もちろんさ、歓迎するよ。食事は多い方が楽しい、娘たちも喜ぶ。エド、それにお前が帰ってきてくれて嬉しい。